こちらのエプロンに着替えたいと思います。そして今着けてる下着も紹介していくので、よかったらそちらも見てみてください。では下着紹介していきます。今日の下着はこんな感じです。とピンクのエプロンなんでちょっとピンクに揃えてみました。全部レースになっていて、こちらもとても可愛らしいデザインの下着になっています。では上も紹介していきます。上の下着はこんな感じです。上もこの総レースになっているんですけど、この横側もレースになっていて、とても可愛らしいデザインになっています。ではエプロンに着替えていきたいと思います。今日はこんな感じでエプロンのコスプレに着替えてみました。どうでしたか？よかったらコメント欄で教えてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ゆいの秘密の動画がコメント欄から見れるので、よかったらそちらも覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。